はい、渡辺です。今回エクストラコンテンツは通常版から追加されたエピソードやアイテムが収められています。エクストラコンテンツ内のこのロストインナイトメアーズね、プレイしていきたいと思います。3年前の潜入作戦、ジルを失った悪夢の実験の真相とはっちゅうことだよね。ちょっと忘れてたんで、1回やってクリアしてるんでね、クリアすれば最初クリスしかプレイできないんだけど、一回クリアするとね、ジルもプレイ可能になるんでね、シングルプレイ、ノーマルでちょっとやっていくかな。で、こうやって、最初はね、これしか、クリスしか操作できないんだけど、で、一回クリアしたんでね、ジルバレンタインでプレイできるようになってるんでね、ジルが好きなんでね、自分。Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan doesn't show anything in and out of the area. Understood. We're in. Let's move. いきますよ。コインもあるんでね、ちょっと全部ちょっと、どこにあるかちょっと覚えてないけど、覚えてるときはどこだけちょっと言っていくんでね。これね。これジルのナイフのスタイルが何とも言えないよ、これ。見えねえよ。ちょっと武器とかアイテムをちょっと確保しときたいんで、これで鍵をロック解除できるんで、2箇所か、ここ上、反対側から、こっからでもいいんだけどね、せっかくなんで正面から撃って、これクランク、四角クランク入手してここ開けないと進めないんで、スコアアイテムとかね。あと、どこだったか。あ、ここにも、壺があるんで。あ、あい、なんか。ちょっと先に進んでいきたいんで。あとコインどこなったかな。協力ジャンプ、やっぱジルかっこいいね、かわいいし、とってもタイプだわ、理想の女性だ本当。ここにもコインあるのかな、ちょっとわからないな。バイオハザード思い出すね、本当にね。初代バイオハザード、名作と言われている。ここは後で行った方がいいんだよな、上はね。下は先に行っといてもいいんだけど、ここにもあるんですね。これ見えます、これレッドハーブ。ここで呼んじゃおうか。あ、来れないんだ。あ、来れるか。
あ、来るわ来るわ。あ、そっか、鍵開けてないんだ。これジルの方がね、あのいいんだよな、ね、ピアノ弾くシーン、あのイベントがあるんだけど、あの月光バイオハザードでも流れた月光っていう曲があるんだけど、先にアイテムちょっと、お、調合しようか、早速これね。結構懐かしい曲に。どうかしら、最近弾いてなかったから弾く。こう間違えると中断するんで、これオッケー。これジルの時にあれ出るのよ。あ、出ないな、あの処刑人が出ないんだね。出る時もあると、あ、出た出た、あ、出た出た出た、出ましたよ。できたらあの他の部屋回ってショットガンとか入手してる時は本当にいいんだけどね。出ましたよ、これこいつ。できたら体術使った方が距離を置いて、結構しぶといのよ。危ない、あーちょっと危ない危ない、ちょっと失敗してしまいましたな。これ背中向いてる時が、終わり。あ、ダメージ負ってないな、スコアアイテム代。これクリスでプレイした時は出ないんでね、ジルで操作してる時には出るんだけど、ここスコアアイテムあったかな。で、ここにあれがコードが入手できるんで、これこれ読むと入手できる、パスコード1。スコアアイテムちょっと全部は獲得しないんでね、多分見落としてるとこがあったらあれなんだけど、あの本編これストーリー進めることをちょっと重点にするんで、本当にバイオハザードって感じだよね、これ。懐かしいですよ、本当に。バイオハザードといえば、やっぱり妖怪に限るね、やっぱりね。これくらいの鍵なら、キーピックで外せる。ここ今パスコード3種類持ってないとこれ入力できないんだよ、これで他のとこ回らないといけないんでね。これここ行きますかね、これここにもスコア空いてもあったかな、 ありますね。分かりにくいね、これ1万とか獲得できるんで、これ俺は持っとくかな。ここでショットガンが入手できたと思うんでね、ショットガンだったか、あ、スナイパーライフルだったかな、
とスコアアイテム。マグナム、これランダムで変わるね。前スナイパーライフルだったんだけどね。焦げ跡のある紙、内側から鍵がかかっている。あとねスコアアイテム、あここにもあったと思うんだけどないな。もういいか、進ますことちょっと優先にするんで。今度ね上右側ここだったと思うんで、ここはそんなに難しくないんでね。2階、ここにパスコード2が入手できるんで、ここここね、パスコード3か。焦げ跡のある紙を炙れば、暖炉で炙れば、焦げ跡のある紙を暖炉で炙ればパスコード2が入手できるっていうことね。あ、向かここにも、あ取ったかこれ、あれこれグリーンハーブかなんかがあるはずだけどね。でここの部屋に暖炉があるでしょ。これで焦げ跡のある紙を炙ればパスコード2が入手できるんでね。パスコード2でこれでもう3種類パスコード揃ったんで、であそっか、これ真向かいのあのパソコンに入力すればパスコードを入力すればいいんでね。これシャンデリアの上とかないか、ないない。これ正面のここ、ジル結構動き早いな、移動速度が速い。これで OK なんでね。これ入力する、これ読まないんで、これでここ開くようになるんでね。これ、こう入ろうとすると閉じ込められるんで、相棒が。ここにもねあれがあるのよ、あのあれが、スコア、ちょっとこれ焦らずに、ここ鍵かかってんだけど、こう一回開けようとしたら開かないんでね。そしたら中の閉じ込められてる相棒が開けてくれるんで。でこのレバーを操作して止めればいいんだな、天井のやつを、針天井のやつで、これで OK っちゅうことね。ああとまだあったような気がする、スコアアイテム、これ左側にも、あないか、ないね。なんかあったような覚えがあるんだけど、
この屋敷はね、そんな難しくないね。四角クランクがあるね、これ。ほんとこの天井、これ針天井がね、作動する前にここにスコアアイテムがあるんだけど、あれちょっと取った方が本当にいいんだけど、取らなくても別にクリアには全く関係ないんで。でこれで下のあのくぼみにこの四角、今入手したばっかりの四角クランクを差し込んで回せば先に進めるようになるんだね。これ回すか。やっぱバイオハザードシリーズ面白いね。バイオハザード5ね。これ最初ね、これ「ロスト・イン・ナイトメアーズ」っていうのはね、最初のあのバイオハザード5が発売されて、その後にプレイステーションストアで単体で DLC コンテンツとしてリリースされたやつなんでね。でその後にバイオハザード5DLC コンテンツも収録されたのオルタナティブエディションっていうのも発売されて、自分両方持ってるんだけどね、プレステ3版でね。で初代最初のプレス最初のバイオハザード5ではね、これかなり金かけてて、ハリウッドスタジオで制作されたやつなんだけど、その制作のビデオも収録されてるんでね、あれ見たいっていうことは、見たいっていうことはね、オルタナティブエディションには収録されてないんで、最初のバイオハザード5に収録されてるんでね、それ購入することをお勧めします。結構長い、30分から40分ぐらいだね。何分だったかちょっと覚えてないんだけど、ここにどんどん斧のやつが出るのでね、斧男がスコアアイテム多分あったと思うんだけど、この辺にちょっと忘れちまってるわ。これ箱ありますよ。これバイオハザード5に、ね、収録されてるバイオハザード5の制作のやつ、あれハリウッド スタッフ関わってるんだけど、実際に映画の監督とかもね、実際にハリウッドの映画の制作した監督たちが協力して作ってるんで、これね、バイオハザード5ってめっちゃ金かけてるんでね、多分ね、バイオハザードシリーズでね、多分一番金かかってると思うんだよね。これスコアアイテム、本当にやってみてやっぱ分かるでしょ、金かかってるゲームと金かかってないゲームって。骨野郎がそろそろ来ますわ。これこいつたまに襲ってくるんだよ。これそんな強くないんでね、そんなに。お、結構驚かしてくれるんだけど、あ、来てる来てる、下にいます。これどっから、あ、多分上がってくるわ。これこれ矢印見てた方がいいよ。これどこにいんの。あ、来た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 、来ましたわ。ちょっと距離を置こうか。これ危ない危ない。あ、逃げよう逃げよう、距離置いとくよ。これあの硫酸みたいなやつね、
あれ食らうと結構ダメージすごいのよ。まだ死なないんすかこいつ、しぶといわ。よしよし、渡しとこ。スコアアイテム台が見てないやろこれ。ここちょっとややこしいんですよこれ。ここだったこれ。あった、そうだな、矢印が右にあるからまた出るのよこれ。こっから現れるんじゃなかったかなね。ちょどけよ、邪魔だよ。ちょっと投げちまうこれ。あ、マグナム使ってるわ、もったいないわ。なんで俺マグナム使ってんだ俺。よしよし、マグナム使ったから潰しんだわこれ。マグナム使うつもりじゃなかったんだけどね。もったいないですねこれ。スコアアイテムでしょ。他にもほとんど取ってると思うんだけど、結構取りこぼしあんのかなこれ。これまだ行ってないところってあるのかな。アイテムは絶対取った方がいいんでね、取らないと損すんで。アイテムあんましねえのかこれ。ここはスコアアイテムだったよね。ここいますよいますよ。どこにいるのこれ。あいた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 、逃げよう。こっちに、これいいよ。あ、ここでやっちゃおうかな。来る、確実性をちょっとどけ。よしよし、僕のやっぱ強いね。あと1体出るよこれ今のところ。ここ2体出るんで強力ジャンプ。よかった、めっちゃ助かりますわこれ。あと1体出ますわこれ。私とこ少しでも多い方がいいでしょこれ。回す、これメダルかなんかが、メダルだったかな、なんか紋章か、半分にかけたやつが入手できるんですよこれ。極者のなんとかってやつが。でこれ入手するとあと1体さっきのやつが出るのよこれ。ちょっと弾があんまりねえな、手榴弾も使おうかこれ。ここもいいのかこれ。あ、いいんすねこれ。あ、ここ開けたら出るのよ向こう側から。飛び降りたら、あ、ここに2体出んのかな。ちょっとマグナムの弾がどっからで、あ、右から多分出たような覚えあるんです。
マグナムの弾がもうねえぞこれ。SMG 出るときもあるんだけどね。逃げよう逃げよう。距離を取った方がいい。2体同時に出るときとかあるよこれ。ああちょっとあと8発しかねえよこれ。降りた方がいい。あ、助かるわこれ。よしよしよし、助かった。あぶれーあーこれ。もう一体出たらちょっとやべえぞこれ。弾がねえんで。ここ多分弾があるのかなこれ。ハンドガンの弾。はい、出るわ。厄介だわこれ。弾がねえよこれ。どうしろっつんだよこれ。これちょっとまずいっしょこれ。あと3発しかたまねえぞこれ。たまがないんでねこれ。いけるんかなこれ。あいけるわ。たまがないからもういっちゃおう。あれ倒したかったんだけどね、ちょっと弾がなかったからね。あれ倒さなくても進めるんだね。で撃退数がなかなり減るんで、ランクエストレー動かないけど、一回クリアした時はランクエストだっていうのを覚えがあるんですけどね。ここはちょっと変わっててね、さっきのやつが出るのよ。また武器がねないから、四角ランクの色分けされたやつ4種類かな、そんぐらい入手して、くぼみに差し込んで回して、今のこの野郎を倒すっちゅうやつなんだけど、前覚えてたんだけどねこれね。この宝箱の中にねこれクランクある。クランク、これレッド、これ近くだったかな、回すところがあると思うんで。これ三角のやつ、青い三角のやつはさっきのやつなんでね、処刑のやつ。あ、青かこれは。正面にこれいますよこれ。これ色違いのやつなんで、ここかな。あ、赤だからこうやね。クランクレッド、これ回させるんでね、これが上がるんでね、ちょっと早いな。こうやって食うでしょ、天井のやつが。これね、この真下にあれが、あいつが来たら合図でクランクを下ろさせればいいんで。あ、こっから来るわこれ。まあそれでもいいんで、
オッケー。こうやって殺せばいいんで、そしたら紋章かな、入手できるんで、これで一旦はめようかな。ここあと2つ入手しないといけないですね。これここさっき行ったっけ、これ、あ、ここさっき行ったやつなんで、次は別のやつ。今レッドでしょ、あとグリーンとバイオレットあったかな。あ、ここじゃない、あ、ここかな、これ、あ、これは今行ったやつ、これ、あ、今行ったやつだね。前は覚えてたんだけどね、完全に。今度はこれね、今度あのバイオレットのやつがあると思うんで、あ、ここはあれだな、ここにクランクがあるんで、クランクバイ、あ、グリーンか。じゃあここにもクランク回せるポイントがあるんだけど、これはバイオレットだと思うんでね。これバイオレットなんでやんよ。紫って書いてるでしょ、これ。あ、グリーンのやつがあるわ。何やってんだ俺。あのグリーンの真四角があるでしょ、あそこに行けばいいんで、だとあの敵をこれね、あ、殺しちゃおうか、青か、 4つあるんだね、4つ。あ、邪魔だわ、何助けねえんだこいつを。あ、グリーンあるわ、今グリーンのクランク持ってるんで、これね、回してくれ、早く回してよ。こうスタートしたやつだよこれ。あれ、反対側に行かなきゃいけないんだこれ。だいぶ忘れてるわ、しかし、ああ、近くにいますよこれ。全部回してるんで、あ、いるでしょ。あ、そのまま行ってくれるわ。あ、やめろよこいつ、ちょっとタイミング悪いぜこいつ、ほんとよ。あー、ちょっと困るぜこいつ、せっかくできてたのによ、めっちゃ迷惑だわこいつ。ちょっとチャンス逃がしたぞ今の、通過しちまったよ、困るぞほんとよ。あれ、困るぜこれ、今のやつでほんと狂って、調子狂ったよもうほんとこいつよ、ほんと困るもんだよこいつ。あ、近くにいるわこれ、せっかく回してたのによ、クリスまで離れてるぞこれ、めっちゃ迷惑だわほんと。ちょっと時間かかるのよこれ。
あー困るぜ、またかよ。ちょっと困るぜ本当に。あああらら、ちょっと調子悪いな今日。ああ困るぜ本当、めっちゃ調子悪いんだけど。あいつめっちゃ迷惑だ本当に、こいつよ。あうぜえマジでよ。うん、めっちゃ調子悪いよ本当。あれあれあれでちょっと調子狂ったよだいぶ。うん、めっちゃ離れてるんだけど。あ、ここじゃねえな、スムーズにいかねえな今回。これちょっと終わらせないといけないこれ。めっちゃ調子よりは今日。ここに出るんだよね、あれ、あいつね。あらら。あら。来てるでしょ。早く終わらせればこれ。あともうちょいですよこれ。この真下に来たらあれやればいいんで。今だ、ようやくだわ。あと1回ぐらいあるのかな。これは終わってるから、次はバイ、何なのかな。次はレッドなのかい。ほら終わったよね。ブルーか、ブルーがまだなのか。多分これかな。あ、ちょっと意味わからんのよこれ。終わってるわな。レッド終わってないのか。これさっき言ってるやつよね。あ、これか、ブルー。ちょっと通り過ぎてたの。ブルーはどこだ。あぶらぶれ。あとブルーで終わりか。めんどくせえけど面白いんだよな、なかなか特殊なあれになってるんで。これブルーここか。あ、違うね。ブルー向こうになってるね。あ、あるね。今のとこか。あ、ここだよな。クリス
回させる。あ、来た来た。反対側なんだね。これか。よしよしよ。オッケー。これで終わりですよ。オッケーですね、これ。これで終わりですよ、これ。もう終わってるんでね。これでこのステージは終わりっすね。で、これはめて先に進めるんですよ、これ。あれ？あ、そっかそっか。2つ持ってたんだ、1つ持ってたんだ。これであのウィスカーと対決するシーンがあるんですね。それで終わりなんですよ。ちょっとあれも特殊なんだよね。今のも特殊なんだけど、こう武器持ってないんよ。途中で拾うんだけどね、屋敷に入る前に。ここで拾え、あ、ここでまず、あ、ここでまず拾えるんですよ。ここで、ここで、ここでね、左がいいな。これスコアアイテムがあるのよ。どこだったかな。スコアアイテムがあるのよ、最後。ここだったかな。あれ？あ、これあるでしょ、ひそかに。これちょっと変わっててね、ウエスカーがあのとの距離があるときにあのダッシュしてくるんでね、そのときにかわして体術決められるんでね。これはね、押してんのになんでこれ食らうの、おかしいって。これよし、こうやって体術決めればいいんすよ。これある一定度の時間生き延びればいいんですよ。これ、これ距離を取って攻撃すればウエスカーがダッシュで攻撃してくるんでね。でそれで近づいたらあの避けるで、避けるが成功すれば体術決められるんでね。でこうやってお、かしいよこれ。これおかしいよ、これ本当に操作できてないよ、これ聞いてないよ、これ。ボタン通りに押してんだけど、よしよし。これ四角か丸もあるんだよな、たまに。でも四角か×なんだよこれ。でこうやって体術決める隙ができるから、その時に体術決められるんだよ。危ないな。
あともうちょいで終わるですかね、これ。あともうちょいですかね、これ。ちょっと特殊な。今は助けるでちょっとやっちゃったんやけど、まだかこれ、終わりか。終わりました。お、S。命中率 84.5%、撃退数8、被ダメージ S、被ダメージ3497、スコアアイテム17350、クリアタイム45分20秒で S っていうことでね。終わりました。ちょっとリードボーダーズ、ちょっと順位ちょっと確認してみようか。これ世界ランキングなんでね、これね。お、4184っていうことでね。今回ロストインナイトメアーズクリアしたんだけどね。で、次、これやるんでね、これも。デスパレートエスケープね、トライセルの施設から脱出するジルとジョッシュの物語っていうことでね。これあれ次やるんでね、あれね。はい。今回はね、ロストインナイトメアーズのプレイ実況をやってきました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。